皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は K国の中東派兵について取り上げていきます。現在中東情勢というのは一見安定しています。それはイランとアメリカが直接戦闘を行う、いわば国家間戦争には発展しないだろうという空気が広がっているからです。しかしニュースではほとんど取り上げられることはないのですが、イラク領内においてはイランと関係が深いシーア派組織によるロケット弾攻撃なども散発的に起きており、決して平和な状態ではありません。あくまでも国家間戦争のような非常に苛烈な状態には発展はしていないというだけに過ぎません。そういった意味で中東情勢というものはまだまだこれからも警戒して見ていかなければならない問題です。そして多くのタンカーが航行しているホルムズ海峡周辺の安全を確保するために、アメリカ主導の有志連合というものが警戒監視活動を行っています。日本はすでにこの有志連合に加わらない独自の派兵という形をとって中東地域への自衛隊派遣を決めています。一方で K国はこれまで何度となくこの有志連合に加わるようにとアメリカから圧力を受けていました。しかし K国は有志連合には加わらず、日本と同じ独自派遣という形に収めるということを発表しました。今回はそのニュースについて追っていきましょう。それではニュースをお聞きください。ホルムズ海峡に軍部隊の独自派遣決定。 K 国の国防部は21日、イラン近海ホルムズ海峡への軍派遣について、現在の中東情勢を考慮し、国民の安全と船舶の自由航行の保障のため、海軍制海部隊の派遣地域を一時的に拡大することを決めたと明らかにした。制海部隊はソマリア沖アデン湾に派遣されている。国防部によると制海部隊の派遣地域はオマーン湾、ペルシャ湾にまで拡大され、K国軍の指揮下で国民と船舶を保護する任務を遂行する。アメリカが要請していたホルムズ海峡などの安全確保を目的とするアメリカ主導の有志連合には参加せず、制海部隊が独自に作戦を遂行するもので、日本と同じ形の派遣となる。国防部は制海部隊が独自に作戦を遂行する際、必要な場合は有志連合と協力する方針を示した。国防部は昨年5月、中東地域で緊張が高まり、その後内部で様々な案を検討してきたとして、有事の際我々の国民と船舶の保護、安定的な原油輸送を最優先に考慮したと説明した。制海部隊はこの日に任務を引き継ぐ第31陣の駆逐艦王権がホルムズ海峡まで作戦区域を広げ任務を遂行する。王権は特殊部隊の隊員で構成された臨検捜索隊や海上作戦ヘリコプターを運用する航空隊の将兵など約300人が乗船している。K国政府は有志連合に参加しない代わりに制海部隊の連絡将校2人を有志連合に派遣する。中東地域には約2万5000人の K国人が滞在している。ホルムズ海峡は K国の原油輸送の7割以上を占める戦略的に重要な場所だ。国防部はホルムズ海峡で我々の船舶が年間約900回通行しており、有事の際軍の迅速な対応が求められていると強調した。国防部はアメリカ国防総省に K国政府の立場を説明し、アメリカ側は K国側の決定を歓迎し期待するとの立場を表明したという。また K国外交部は外交ルートを通じイランにこうした決定を伝えた。イラン側は K国側の決定に理解を示し自国の立場を説明したという。今回の中東地域への派遣について世論調査が出ています。ホルムズ海峡への K国軍派遣、反対 48.4%、 賛成は 40.3%。 K国世論調査会社のリアルメーターが13日発表した調査結果によると、アメリカが要請するイラン近海のホルムズ海峡への K国軍派遣について非常に反対と、どちらかといえば反対を合わせた。反対は 48.4%、 非常に賛成とどちらかといえば賛成を合わせた賛成は 40.3% だった。反対と賛成の差は 8.1 ポイントで誤差の範囲内だった。わからない、または無回答は 11.3%。 お聞きしていただいたように K 国ではこれを中東への派兵の決定だというふうに報じているわけですが、そこにはかなり看板に偽りありというふうに私は見ています。少なくともイランやアメリカの評価のことを考えた場合、
イランは圧力を加えたことによる外交勝利だと考えているでしょう。一方でアメリカは K 国のこの決定に対しておそらく内心は舌打ちをしていることでしょう。一体なぜ各国がそのような評価を下すだろうと私が考えているのか、ここからお話ししていきます。そもそも今回 K 国ではこれを派兵するというような表現をしているわけですが、実際にはそもそもそれが間違いなのです。この報道記事の中にもあるように、 K 国では海賊対策としてソマリア沖アデン湾に部隊をすでに送っていました。この記事の中で第31陣と書いてあるのがまさにそれで、一隻送ったら交代でまた戻ってくるといった形で、順次第2陣、第3陣、第4陣と繰り返していたのが現在では31陣です。つまり中東への派兵はすでに行っていたのです。ですから今回中東への派兵をするんだというふうに報じているわけですが、実際にはすでに送っているものの活動領域を広げるだけにしか過ぎません。イランからしてみれば、アメリカ主導の有志連合に K 国が新たな部隊を派遣することは許さないぞと圧力を加えていたわけですから、今回 K 国の行った決定というのはイランの圧力に完全に屈した形です。有志連合には加わらない、新たな部隊は送らない、独自派兵だと言いながら、実際にはすでに送っている部隊というものを少し行動領域を広げるだけというのですから、これはイランの要求を 100% 飲んだ形でしょう。なぜそのようにイランの要求を完全に受け入れるかといえば、それは K 国がエネルギー源を輸入に頼っている国、まさに日本と同じ状況だからです。現在イランからの輸入というものはできてはいませんが、しかし将来的にはいつか売ってもらえるようになれば、イランからぜひ買いたいというのが K 国の本音でしょう。しかも今回イランの中間大使が中央日報のインタビューの時に、もしも有志連合に加わるような形で派兵するならば断交は選択肢に入るのかと聞かれた時に、 K 国がそのような選択をすれば我々も同じように断交というものを選択肢に考えていることを表明しています。中間イラン大使の発言というものは何も断交するぞと断言したわけではありませんし、インタビューで聞かれたからそれも選択肢のうちだと答えたに過ぎないと後に弁明はしていますが、しかしそれすらも選択肢として実際にあったでしょう。それほどに K 国とイランとの間には国家間の信頼関係というものがないことを象徴するような出来事でした。ですから K 国としては中東への派遣を決めましたよというのをイランに連絡したとしても、その中身を見れば実際にはイランの要求に完全に従ったものであり、イランの反応はそれほど悪くなかったというのは実際にそうかもしれません。一方でアメリカの反応を考えた時に、実質的には全くゼロ回答に近いものだったわけであり、トランプ政権としては舌打ちをしたかったことでしょう。しかし K 国が中東へ派遣しますよというふうに言ったからには、それを受け入れるしかありません。少なくとも中東に派遣しませんという選択肢を取っていれば、アメリカのトランプ政権としてもこれに激怒して、在韓米軍の駐留費用問題などについてもさらに強硬に出るといった外交関係の圧力を生んでいたでしょう。しかし K 国としては、日本はすでに独自派遣を決めているじゃないか、我が国も同じように中東に原油を依存しており、有志連合に加われる立場にはないとアメリカに泣きついたという可能性は十分にあります。また国内政治のことを考えた時も、ムンジェイン大統領としてはここが一つの落としどころだったでしょう。少なくともリアルメーターの世論調査では反対の方が上回っていました。記事の中ではこれは誤差の範囲に過ぎないというふうに断じていたわけですが、マッチポイントも差が開いていて、これを誤差というのは明らかに間違っています。ですからムンジェイン大統領としても新たな派兵はしない、もうすでに海賊対策として送っていた人たちを少し足を伸ばしてもらうだけだという、これが国内向けにも説明しやすい決定だったのは明らかです。春に行われる選挙のことを考えると、国民からの反発が強い中東への派遣、それも新たな部隊を投入することは大きな反発を生む可能性がありました。ですから今回のようにすでに送っているものを足を伸ばすだけだというふうにしてごまかしたというふうに見ることもできます。ですからムンジェイン大統領としては当面この問題についてはしのげたというふうに考えていることでしょう。ですがここで一歩引いてみて考えてみれば、この決定というものは後々のことを全く考えていないことは明らかです。
日本の安倍総理がイランやサウジアラビアといったそれぞれ対立する勢力についても首脳会談を行い、自衛隊派遣について理解を求めたのに対して、ムンジェイン大統領はどうでしょう。外交の天才などと呼ばれていますが、イランのロウハニ大統領と首脳会談を行ったでしょうか。ハメネイ氏と会ったでしょうか。一方でサウジアラビアのサルマン国王やムハンマド皇太子と会ったのでしょうか。実際にそれらの首脳会談を一切行わずに外交部を通じて外交を行い、派遣しましたよ、それで理解をお願いしますというのでは、後々これらの人々からなんだあの国はというふうに見られたとしても全くおかしくはありません。そして有志連合にも加わらなかったわけですから、アメリカの要求というものを突っぱねたということも一つの事実として残りました。このように中東に対しては説明不足で外交を全くおろそかにしている。それに加えてアメリカにも要求を突っぱねたというわけですから、国内政治的には良かったかもしれませんが、明らかに将来的な外交上においては大きな傷を残すことになると私は思います。外交でいくら頑張っても国内の支持率は上がらないというのが政治ではよく言われることです。実際日本においても安倍総理の行っている中東外交というものは非常に良いのですが、これを評価する声というのはあまり大きなものではありません。ですが国家間の信頼関係というのは、総理や大統領が変わったとしても国家と国家の付き合いというものは長く続くものなのです。ですからムンジェイン大統領のような今だけしのげればまあそれでいいやというような外交は全く落第点で、安倍総理の行っている長期的な視点に立った外交というものを長く評価すべきだと私は考えています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。